お世話になっております、マサルです。今回は IDS をテーマに一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IDS とは何か、概要を勉強します。その後 IDS の種類、 IDS の検知レベルの調整についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。 IDS はイントリュージョンディテクションシステムの略で、侵入検知システムと呼ばれます。IDS はサーバーやパソコンなどのログやネットワーク上のパケットを監視し、脅威とみられる通信が発生した場合に管理者へ通知を行います。通知を受けた管理者は検知した内容を確認して対応を行います。 IDS は検知と通知を行いますが、原則として通信を遮断するような防御は行いません。 IDS は大きく分けてホスト型 IDS、ネットワーク型 IDS があります。ホスト型 IDS は監視対象の機器に直接インストールして、インストールした機器の通信内容を監視します。監視対象の機器に1台1台インストールする必要があるので、導入には手間がかかってしまいますが、1台1台確実に監視をすることができます。一方ネットワーク型の IDS はネットワーク上に IDS を配置し、ネットワーク上に流れる通信を監視します。インラインモードの場合、通信経路中に IDS を設置します。 IDS 内を監視したい通信が通過することで、監視対象の通信を監視することができます。しかしインラインモードの場合、設置するために通信断が発生したり、 IDS が故障してしまうと全体の通信に影響が出てしまいます。なのでよく使われるのはミラーポートを使ったプロミスキャスモードです。プロミスキャスモードにすれば、自分宛以外の通信も受信することができるようになります。プロミスキャスモードにしたネットワーク型 IDS をスイッチのミラーポートに接続します。スイッチは監視対象の通信をミラーポートから送り出します。この仕組みを使うことで、ネットワークに影響を与えずに IDS を導入することができるようになります。ホスト型 IDS とネットワーク型 IDS を比べると、ネットワーク型 IDS の方がネットワーク内の複数の端末を監視することができているので、こちらの方が良い気がしますが、ネットワーク型 IDS はHTTPS などの暗号通信を監視することができません。一方ホスト型の IDS はホストが複合した状態をもとに監視を行うことができるので、 HTTPS などの暗号通信も監視対象とすることができます。このような違いがあるので、何を守るのか、セキュリティポリシーに応じてどちらを利用するかを選びます。 IDS は検知レベルの調整が大切です。IDS による検知が頻発してしまうと、重要な通知を見逃してしまうことがあります。 IDS は状況に応じた検知ができるように、検知レベルをうまく調節して、過剰な検知が発生しないようにすることが大切です。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークをメインに勉強していますが、最近はセキュリティについて関心が高いメンバーも入ってきて、セキュリティに関する勉強も少ししていたりします。無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は IDS について勉強しました。少し発展した内容なんですが、ステルスモードについても知っておくと良いかもしれません。ステルスモードはポートに IP アドレスを設定しないことで攻撃を受けないようにする仕組みです。IDS のポートに IP アドレスを設定すると、監視対象のネットワークに IDS の存在が認識されて攻撃されてしまう可能性があります。ステルスモードを利用すると、 IP アドレスを設定せずにデータを受信することができます。監視対象のポートをステルスモードにしてデータを監視、別のポートを通信用として IP アドレスを持たせて管理者に通知を行います。これは隠しカメラみたいなものかもしれませんね。監視カメラの存在を知っているとルールを守りますが、隠しカメラの存在を知らないと普段の姿が見られます。以上、ステルスモードについてのお話でした。それでは今回もご視聴ありがとうございます。お後がよろしいようで。